主人公がガチパで入るのってニーローだけ？主人公が入るガチパってなんかあるかな？風主人公が入るガチパはほぼないな。なんでかっていうと、まあ、カズハ、ウェンディ、スクロースあたりが優秀すぎて、まあ、ほぼ出番ないね。雷主人公もライデン将軍が優秀すぎて出番ないね。あと雷元素キャラフィッシュル北斗あたりも強くて出番ないな。岩主人公は強いですけど、メインアタッカーで、ガチパには入らないな。岩メインアタッカー入れるんだったら、荒滝のエル行幸とか使えばいいかな。まあまあ。やっぱガチパで使われるとしたら草主人公だけかな。ナヒーダの開花パーティーで入れるみたいな。あとは、まあ、草主人公の貫突効果が、元素変化した時にね、全キャラにね、水元素ダメージバフ 12% とか、で、あと、味方にね、水ダメージバフ、雷ダメージバフ 12% 入れられるんで、まあ、これも活かせなくはないかもしれない。激化パーティーに草主人公入るかな。まあ、ナヒーダいたらナヒーダでいいわな。ガチパで入るのは、このパーティーぐらいですね。開花バーバラに熟知600あれば十分ですか？え？私実はあんま熟知気にしてないっすよ。どうだろう。草主人公全く熟知気にしてないよ。熟知ついてないでしょ？羽。熟知70あるか。時計。熟知ついてない。杯。熟知ついてない。あ、メイン熟知になってるか。冠。あ、冠メイン熟知だわ。あんま気にしてないっす。熟知593あれば。草主人公が起こす開花反応のダメージは 365% 上がってますね。まあまあ、熟知こだわれるんだったらチーム全員こだわるべきなんですけど、一番大事なのはニーローなんよな。とりあえずね、ニーローの HP がさ、今5万7000あるじゃん。で、聖剣の鍵持たせたら7万いくんですよ、こいつは。で、固有テンプ軽やかに舞う衛星の夢の効果で、ニーローの HP が例えば7万とかあったら、チーム全員の開花反応のダメージが 360% 上がるんで、360% だからどれぐらい？あ、この草主人公ぐらいか。チーム全員の熟知が600あるぐらい開花が強化できるんよね。ニーローの HP7 万あるだけで。で、まあ開花反応正直誰が起こすか分かんないんですよ。ココミンが開花起こす時もあるし、ナヒーダが開花起こす時もあるし、ニーローが開花起こす時もあるし、草主人公が開花起こす時もあるし。一番割合が高いのは確かココミンかな。ココミンで開花起こす場合が多いんですけど。草主人公の熟知上げるよりも、ココミンの熟知上げる方が意味あるんじゃないか？草主人公はとにかく原茶です。草主人公は元素チャージ効率をバカみたいに上げて、とにかく元素爆発、信頼感度を打ちまくれるようにする。そうでもしないと爆発打てねえから。熟知こだわるならココミンじゃないかと思うな。まあ、熟知こだわれるなら全員上げたいんですけど。いう感じかな。まあ、バーバラ使うんだったらバーバラの熟知こだわるんかな。開花反応結局誰が起こしてるかは正直わかんないんで、まあ、誰が多く起こしてるってのはあるんですけど。まあ、だから。やっぱ現地意識でいいと思うなと思いました。アンバーが食べきれなくて吐き出しちゃった漬け野菜炒め俺らが食べるぜ。アンバーが食べられなくて吐き出しちゃった漬け野菜にこそ意味があるぜ。俺が食べるよ。何が起きた。